今回はラブ4 PHV が納車された直後のファーストインプレッションをお届けしたいと思います。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。こちらでは気になる車を買って乗って売るまでをコンテンツにしているチャンネルです。新車購入の参考にチャンネル登録よろしくお願いいたします。今発注を一時中止しているラブ4 PHV GZ グレードモデルとなります。2020年中には手に入りそうにない車種となります。購入させていただいた店舗はトヨタカローラ兵庫本店となります。いろいろ相談に乗っていただきました。ディーラーで置いていたラブ4 PHV を買わせていただきありがとうございます。価格とオプションは本編の最後で紹介いたします。では初乗りインプレッションの動画です。今回こちら PHV のラブ4手に入りました。まさかまさかの PHV、 こちらを今後いろいろお伝えしていこうかなと思います。めっちゃ静か。あ、シフトがある。今満充電の状態でだいたい今83キロと表記出ております。もう今ずっとバッテリー走行、今ほんまディーラーから出てきた状態です。走行距離、9キロほどの状態で納車されました。もう基本的には多分これ EV 走行をずっとしていくような感じになるはずです。なるはずっていうかエンジンがつく使うのってどのタイミング分からへんけど、ずっと EV かなり緊張する。で今回まあ初めて、まあラブ4の方に乗るのも初めてなんですけども、あのオルガン式のペダルということもあって踏み込みがいつもの吊り下げ式と感覚がちょっとちゃうな。あ、でもオルガン式の方が踏み込む感覚はいいんかな。すいません、いろいろ乗りながら新しいことづくめでいろんな意味で焦ってます。でもすごいです、パワーがすごい、ぐんぐん前行く。はい、今ディーラーから出てとりあえず事務所の方に向かいながら、レビューの方初乗りインプレッションとしてお届けする感じです。わー、やばい、車体が2トン近くあるのに車が軽く感じる。これ確か燃費は一応この重さで20キロだったかな。もうこのシャーシの底にバッテリーが敷き詰められてるという風なイメージの車だということです。すごい、うわぁ、めっちゃ登る。なんじゃこりゃ、パワーすげえな。これトルクとかだってずっとモーターやもん。うーん、今いろいろなんか手取り足取り理解しようと思って今運転しています。まあ一応ハイブリッドと同じように回生ブレーキも行うような感じですね。で一応ここに EV をチャージするためにエンジンをつけることも一応できるらしいんですけど、基本的には今満充電なんで、それはつかないようです。オートブレーキつけとこう。ブレーキホールド、やばい、なんか声が出えへん。いろいろ初めて尽くしで声出すと運転に支障がきたす。まあゆっくりちょっと事務所の方に戻っていこうと思います。まあ気づいたところをつまみながらお話できたらなと思います。後方支援のやつがミラーに一応入ってますね。まあもちろん今ヤリスクロスも乗ってるんでハイブリッドのイメージはだいぶできてるんで違和感等はないんですけども、この大きさのハイブリッドに乗るのは初めてなんで、どっちかっつうとこの大きさやとこうパワーのある感覚でエンジンの音とかをこう聞いてるイメージがあるんですけども、ずーっとスーッと動いてるのがなかなかこう感覚として馴染んでこない
感じです。で、さっきディーラーの営業さんにお聞きしたら、ハンドルのレイアウトの設定については、カムリと同じような、感じのものになっているようです。今日は12月の12日に一応納車ということで、このような感じの動画を撮っております。で、今回、この冬という時期にこの車が手に入って、バッテリーにとっては結構過酷な感じやと思うんですけども、どんな風にこの車が運用できるのかっていうのをちょっといろいろ考えながら乗っていきたいと思います。で、通常通りこのチャンネルでは20企画をベースに走行のインプレッションやったり、街乗りやったり、いろいろ、調べながら、お伝えしているチャンネルとなります。お、何？震え出した。あ、車線をはみ出たように感じた時には、ハンドルが震えました。ブルブル、ブルブルと。なるほど。これが、そのインフォメーション、正しいな。今からポートアイランドの方を外周走ってちょっと事務所に戻る予定でいます。あ、こうやって出てくるんや。あ、今エアコンにバッテリー使ってるよっていうのが出てますね。なかなか緊張するな、この車。今四輪にパワーがいってますね。結構低速発進の時にこう四輪で動くのが意外と長いんか。やっぱ車重がある分 E4 が働くという風な感じなのかもしれません。でもこのモーターの動力すげえな。これ何ニュートンやったっけ。今バイパスで、坂道を運転しているところです。この車線逸脱のインフォメーションが画面表示じゃなくてもう基本このハンドルに、伝わってくるような感じなのがいいな。このセンターメーターの方にはもうほんまちっちゃいアイコンだけ今出てる状態です。やべ、ドッカーンっていく。踏んだらやばいやばい。アクセルをちょっと抜いてハンドルを切っていくとその感覚が車重の感覚かが、すごいあるんやなっていうのは気づきます。ただ、もう、踏んでしまうと、その重さ、全く感じなくなる。なんじゃこりゃ。ずーっとアクセルがペダル踏んだまんま運転したくなるな。逆に、転がしながら運転すると、あ、重い車なんやなっていうのはわかります。まあ、だからって言って、ハンドルが重いとか、そういうのはないです。こんだけなんかハイブリッドのパワーっていうか、モーターのパワーが続くっていうか、イメージしてたと違う。なんかすごいって思う。ずーっと静かやし。これでも今までの車とほんま別物で考えんとあかんな。すごいな。はい、いつも街乗りの時に、走ってるポートアイランドの外周を、このまま走っていこうと思います。ふわーって伸びる。ふわーって。なんかディーラーさんに聞いたんですけど、こうクルーガーのハイブリッドやったっけ。いや、それ以来のドッカンパワーがすごいって聞いたんで、今ここで踏んでみようかな。はい、うわー、早い。うわ、え、もう今ので80いった。うわ、怖っ。すげえ。こりゃ、あかんあかん。前回では踏んでないです。ただ単純に踏んでいこうと思ったらもうすでに飛び出てったんで、アクセル緩めた。うわ、これはすげえな。高速の時の料金所の発進で一回せんとあかんな、これは。一般道でするもんじゃないわ。今もう普通に60で走ってます。こりゃすごいわ。ほんま、車の重さ全然踏んでる時全く感じ。よし、今からはいつもの走ってるデコボコの、コースですね。で、今乗りながら思ってたんですけども、車重がやっぱりある分、今ここ結構デコボコしてる場所なんですけど、音はしますが、車内にその振動が
あるけど。すぐインデンな。全然もろともせん。車内に入ってくる振動、そんな嫌味のある振動じゃない。すごいな。ほぼこの車の費用、でもバッテリーやろ。バッテリーがほぼ占めてるって言ってもおかしないと思うんですけどね。だってもともとラブ4もなんやかんやつけて乗り出しで考えたらだいたい400万ぐらいになっちゃうんですよね。それで500万がバッテリーみたいな乗りで考えたらお得なんやろうな。さあさあ、こっからもう一回ゼロ発進してみようかな。ドキドキする。踏むのにドキドキする。うわー、はい、60いった。すごー、飛び出る。今はベタ踏みしました。ベタ踏みして今60まで行ったのが横断歩道奥に着いたぐらいの時でもう60になってた。すげえ。何メーターだあれ。3、40メーター以内に今60キロに到達って感じですね。これがよく言われる電気の世界っていうやつなんですかね。ゴミさんとかもいろいろ言いますもんね。すげえな。でもこれからいろいろこの PHEV のラブ4のことを調べていきたいなと思います。で、単純に今ファーストインプレッションこれなってんのかな。運転しててなんかすげえドキドキしてるもんだ今。すいません、ちょっと今回結構高価なこの車っていうこともあってドキドキしてます。これシフトのやつってどういう効果なの。4、5、シフトノブの切り替え初めてや。上がアップで下がダウンやな。パドル式ではないです。この車ほんまええな。調べていけばいくほど多分これ普通にずっと乗ってたい車かもしれん。すいません、なんかファーストインプレッションすぎて何を伝えていけばいいかすげえバラバラの状態で喋ってて申し訳ございません。これからいろいろこの RAV4PHV もいろいろレビューしていきますので今後ともよろしくお願いします。以上本編となります。では気になる購入金額です。もろもろオプション込みで総額500万円で購入となりました。値引きは19万6千円でした。色はホワイトパールクリスタルシャイン。付けたオプションはスペアタイヤ、充電ケーブル15メートル、スマートエントリー&スタートシステム、ドアプラスハンズフリーパワーバックドア、あとはコーティングのガードコスメとフラーマットです。いかがだったでしょうか。かなりの金額、高級車ですよ本当。実際に次の販売再開時期がいつになるのでしょうか。バッテリーが安定的に供給されるようになれば実現する見込みだそうです。購入を検討されている方々に向けていろんな動画をアップしていこうかなと思っております。このチャンネルでは1台の車で約20本の企画動画をアップしておりますのでチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ベルマークを押していただくと最新のアップロードも見逃しません。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんでした。次の動画でお会いいたしましょう。